吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。この度町田市から税金を還付するという通知書が来ました。もらう分ですから別にこちらが困るというわけではないんですが、どういうものかをご案内したいと思います。市民税都民税の仮徴収というのが行われておりますが、それが年金から、私はもうすでに60歳をだいぶ越してますので年金をもらうところがありますが、この年金の中から市民税都民税を取ってたということで、この部分が年額を上回ったということで一部が還付されるわけです。その一部というのはわずかに600円です。もちろんこれ金額が少ないということを言ってるわけではなくて、この600円を返すために大変なお金がかかります。まずこの書類、一番下にあります、この書類を送る分の送料がかかります。区内特別便、これは町田便局の管内から出たものと思いますが、そちらの料金がかかります。そしてこちらは返送料として82円不当で出すようになっております。この案内書、そして通知書、そして封筒、そして返却用の封筒と4つの書類と切手が現地に貼ってありますので、直接の費用、この送料、そして印刷代、あるいはそれ分を書類として詰めるもの、外部に委託しているかもしれませんが、どちらにしろ相当のお金がかかります。あるいはこれの問い合わせの費用もかかりますので、総額でこの私の600円という金額ですが、実際上これに相当するか、ひょっとしたらさまざまなものを積み上げると、職員の人件費等を積み上げるとオーバーするような金額になるかもしれません。実際に取りすぎですから返さなくてはならないものですが、他に何か適切な方法がなかったのかなと考えるところです。試しにこれを封筒を郵便で送らずに直接届けてみようかなというふうに思っておりますが、果たしていかがでしょうか。終わります。吉田智でした。今日は市民税都民税の仮徴収の還付について取りすぎたんで戻すという書類です。これを戻すというのも、こちらが書類を実際に書いて届けなくちゃいけない、これからこの振り込みのお金もかかるということを言わせておりました。これをさらに市の税金でやるわけですが、こうしたものを全て税金回ってみると自分たちのお金を使うわけですが、果たしてもっと別の方法はなかったんでしょうか。考えてみたいと思います。終わります。